トヨタのクラウンといえば基本的に日本専用セダンというイメージが強いですが、中国市場では日本と異なるクラウンが発売されております。2005年に中国向けのクラウンが一気トヨタで生産販売が開始され、中国で初めて生産されたクラウンが日本で言ったら18系クラウンロイヤルサルーンになります。パワートレインは 2.5 リッター V 型6気筒エンジンと3リッター V 型6気筒エンジンの2種類が用意されていて、どちらとも中国で生産されたエンジンとなっていますが、爆発はしないので安心してください。日本のゼロクラウンは王冠エンブレムが採用されていますが、中国クラウンはトヨタエンブレムが採用されています。ヘッドランプやフォグランプの形状は日本クラウンと外装を見る限りでは一緒ですね。タイヤデザインは少し違っています。